ネサンス編集部の久保です本日はですね、伊勢正臣先生に、SDGs はまあ縄文文明に学べというまあテーマでですね、いろいろお話をお伺いしようと思います。伊勢先生、よろししくお願いますよろしくお願いします。 <え>最近、あれですよね、SDGs、いろんなとこで、ニュース、テレビ、本でも雑誌でも、電車の中とかでもいろんなとこでこう見かけるあのワードなんですけど、それをグローバル、すごいグローバルに、こう、なんですかね、世界中でこう今、騒がれているようなこう話題なんですけど、それがこう縄文時代と関係あるという,ようなことを先生がおっしゃったので、その部分について深くお伺いしたいなと思います。 あの、SDGs と縄文時代なんてね、えー、どうも、なんでそんなぶっ飛んだ <laughs> テーマがこう結びつくんだと。ね、皆さん、あのー、非常に不思議に思われるでしょうけどね。うねもう一個ね、ぶっ飛んだテーマで、ね、はい、こマスターズということからお話がしちょっとあれですね、<laughs> 違う <laughs> 方向性からまた三つぶっ飛んだテーマからですね、実はこれが繋がってるんだということ。なるほど。 で、これはですね、あの、この間松山英樹選手がね、あの、マスターズで優勝してですね、アジア人で最初に、この世界で最も権威あるね、トーナメントに勝ったということなんですけども、もう一つですね、えー、非常にその時世界を驚かせた事件がありましてね、はい、この松山選手のキャディがですね、最後にこのピンをこう立って,てですね、えー、コースに向かって一礼をして、それで引き上げたんですね。 これはまあ、日本人から見たらね、ああまあ、ちゃんと礼儀正しくやってるなっていうぐらいのことなんですけども、ねはい、実はこれがですね、非常な環境を読みましてね、はい、これを映した人がですね、この人は、あの、松山秀樹のキャディがね、えー、トーナメントに対してお辞儀をしてると、えー、このマスターズに勝った後ですね、これは私が長い間スポーツで見た最高のシーンだったっていうふうに書いてあるんですよ。えー、えと思ってね、なんでそんなにびっくりするのと。 ただこれがですね、この人の驚きだけじゃなくてですね、はい、こういうツイッターがですね、8時間で250万回も再生される。250万ってすごいですね。<laughs> で、逆にね、日本人はびっくりしちゃうわけですよね。ねなんで普通にお辞儀したぐらいでね、その、<か> <laughs> <laughs> で、これがですね、この、この後ツイッターに対するね、いろいろなリツイートがありますよね。ええ、で、これがちょっと読んでみますね。はい、試合を行ったコースと応援してくれた観客に対する素晴らしい経緯だね。うん 日本人のような敬意の締めくり方は今の世界に欠けている。だから映像を見たとき、感動の涙がこぼれてしまったと。ね、これ涙をこぼすんですかね <laughs>、うん。それから日本人は気高く礼儀を備えた国民だからね、年上や家族、伝統や習慣、対戦相手を重んじるんだよと。あの、だんだんこうちょっとおだてに乗ってきてる感じがあるんですけども。<laughs> ね、ただね、こういう見方はね、やっぱり欧米でもね、えー、一部の人にはあるんですよ。はい、やっぱりね。えー それから、名誉と敬意は日本文化に深く染み込んでいるから。これが一流の国民の姿だ。だんだん重早くなってきますけども。ね、なんて日本人的なんだ。なんてクールなんだ。偉大な文化と言うほかないね。日本社会と文化には次元の違う気高さと敬意がある。他の国は日本から学ばなきゃダメだと。これは YouTube のね、コアラコアラさんという方の番組からちょっと引用させていただきました。 まあこういうようなですね、はいえー、我々が見たらびっくりするような反応がですね、はいえー、この一例から来てるということなんですよね。なるほど。で、このお辞儀というのはですね、実は日本文化の中で非常にある意味を持ってましてね。はい 例えば、あの、別にマスターズだけじゃなくてですね、はい、こう、大体日本では武道はね、はい、大体みんなこう、お辞儀をしてから始めますよね。はい、剣道も武道もね、あの、柔道も合気道も、はい、それから相撲なんかもそうですね。はいはい 甲子園児も大体こうちゃんと1でしてから、こうね、うでねグラウンドに行きますよねいい。体育館、体育館種目でもやりますよね。これがねいや、こういうことをね、あんまり考えなくてもやっちゃうってところがね、やっぱり日本文化の深い意味があるところなんですよね。で,ねで、このお辞儀というのはですね、やっぱり対戦相手に対する敬意もありますし、はい、その土俵なら土俵を、ね。そ,ね、そこに対する敬意もあるんですね。 で、その一つのパターンがですね、我々神社に入るときも、鳥の下でこう一礼したりしますよね。はい、やっぱりこう聖なる空間に入るときにお辞儀をするんですよね。で、これはやはりこの中に神様がいらっしゃって、それに対する例なんですね。はい、で、なんでこんなね、あの、お辞儀をするのかということなんですよね。で、これがですね、一つのヒントは、 三国史の義式遠い伝というのがありましてね。うん、これは儀式和人伝じゃない方なんですけどね。ね和人伝はよく聞きますよね。ねで、儀の使いがですね、はい、日本に来て、で、レポートしてるんですね。人々は物腰が柔らかで人を見ると手を打って拝んだ挨拶をしたと。この手を打ってというのがですね、はい、我々神社である二礼二拍手いっぱいつながりますね。えー、二礼して、はい、二回手を叩いて、はい、それからも。はい、で、これをね、古代の人たちはね、 人との挨拶でやってたってうんですよね。で、これはどういうことかということをですね、あの、日本画家の出雲彰さんという方がね、こう書いてますね。全ての人は神の命の分け命であるからだと。ですから、えー、お互いに、天照大神神の神様の命がですね、宿ってるんだと。で、その相手に宿ってる神様の命に対して、こう、お授業してるんだと。 ですから、この神社で神様にこれからお伺いするときに、こう、礼をするのとね、同じだというわけですね。なるほど。人であっても、じゃあ物であっても、場所であっても、神の分け主だから、そうなんです。そうなんですね。これがね、あの、お辞儀と握手の違いなんですよ。握手というのは、あの、一説によるとですね、自分は武器を持ってませんよという、その証拠だというんですね。手ぶらで手を見せてね、握手しますと。 それからこの、アクションするときこうやって振るんですよね。はい、振るのは、いや、ここにナイフなんか隠してませんよと。はい、ですからね、ねこの相手の警戒心を解くための儀式なんですね、はい、それと、その相手の中に神様が宿ってるんだという、この敬意のね、この違いというのがですね、はい、大きいんですよね。なる,なるほど、なるほど。 で、このね、この、相手の命、物、物事には、みんな神様の命が宿っているというところが、日本人の自然観の本質でしてね。はい、なるほど。で、これがですね、あの、持続可能性というね、SDGs にこう、つながってくるわけですね。はい、なるほど。はい。 んな,なんか、神社とかも、礼をするだけではなくて、こう、橋を渡っていきましょうとかっていあれじゃない、えー、あ,あそうですね。あれも、こう、やっぱり、この、配慮とか、そういうのはあるんですかね。はい、えー、あの、まあ、あの、こう、参道というのがあってね。はい、参道行ってる間にこれ、これから私はね、この神聖な域に入るんですよ、と。い。いう心構えを整えるということもあるんですよね。はい、なるほど。そんなんか、配慮とか、 神の敬意と,、ね、とか、はい、そういうのからこ橋を渡ると、この霊とか、はい、そういうのがこう日本人の文化として根付いてるということですね。なるほどこの心が SDGs につながるものがあるとうながもあるんですね。つながるものですね。ではどうですか、ね、先ほど霊の話から日本人の 気持ちがこう神の分け命から生まれてきて、まあ、そういう感謝の気持ちがあるということだったんですけど、どういうふうに SDGs につながってくるんでしょうか ?SDGs というのはですね、サステナブルディベロメントゴールズということで、サステナブルというのは持続可能なという意味なんですね。で、開発目標。これはね、裏返しますとね、はい、今世界中がいろんな開発をしていって、 もう持続可能じゃなくなってきているという危機感の表れなんですね。なるほど。で、この持続可能なということが一番のキーワードなんですけども、これはどういうことかということはですね、<れ>古代文明を見るとですね、よくわかるんですね。この世界のですね、まあ四大文明と言われているのはですね、うん、まあメソポトミア文明、はい、それからエジプト文明、インダス文明、コーガ文明ですね。よく習う四大文明、ね、四大文明ですね。はい で、ただまあこの四大分別な他にもいっぱい文明があって、はい、なんでこの四つなんだっていうことで今相当異論は出てきたんですけども、あどはい、まあ四つに共通してるのは、はい、今みんな砂漠化してるってことなんです。なるほど。で、まあエジプトなんかそうですね、メソプタミアもそうで、うですね、インダスガン、黄河もね、もうほとんど、はい、北京なんか砂漠が迫ってきたわ、ね、なるほど。で、なぜこういうことが起きてるかというとですね、一つは、 この四大文明というのはですね、みんな農耕とか牧畜を始めて、はい、<laughs> それで定住して文明が始まりましたっていうのが従来の文明観なんですね。うんうん、で、この農耕もですね、水田と違って畑作ですから、はいで、もう森を切り開いてですね、はい、<laughs> で、そうすると表面の土がもうなくなってってですね、はい、もう何千年かやってると、もうほとんど、えー、砂漠化してくるんですね。<ー>それから牧畜もそうですね、家畜を飼うとですね、羊とか、はい、 え、牛とかですね。はい、草の芽まで食べちゃいますから。うん。これで、せっかく、こう、濃厚だ、牧畜だって言って、定住化できましたよと。はい。文明だと言ってもですね、数千年するともう砂漠化して、え、とても人間が住めないようなところになってしまうんですね。なるほど。<laughs> ですから、サステナブルじゃないんです。ああ、この濃厚牧畜、行き過ぎたっていうことですかね。ずっとやってる、つ要は、持続可能な文明じゃないんです。はい、なるほど。今までのね。なるほど、ね。<laughs> で、この文明、実はサステナブルな古代文明というのは一つありましたね。はい、<laughs> これがこの縄文文明なんですね。ここで日本が出てくるんですね。そうなんです。で、1万6千年前と言いますからね。一番古いメソポタミアのさらに2倍ぐらい古いんですけども、えー、これが1万年ぐらい続いてですね。はい、それで、えー、その姿がですね、これは現代の青森県の三内丸山遺跡の石、はい、の復元図ですけどね。はい こういう3階建てのビルみたいな建をね、はい、あのもね、これは、あの、祭祀をやる場所みたいですね。こう、日の出を拝むとかですね。それから共同住宅ですね。これ小学校の校,校舎ぐらいの大きさの、<ー>こんな大きなのを作ってる。これが人ですもんね。これが人ですね。<laughs> かなり大きいですね、はいですはい。もう、あの、もうせいぜい何百人も住めるようなね。 で、ですから、まあ、こういうような文明がですね、ずっと続いて、それしかも日本の各地にあったということなんですね。はい、これがの縄文文明なんですね。<ー>で、これ、今でも緑が覆われてますけども、はいえー、この縄文文明の特徴はですね、はいえー、農耕とか牧畜をしなかったということなんです。あなるほど。で、農耕がで知らなかったんだというふうに今まで言われてたんですけども、はい、実はですね、はい栗、栗の木を植えたりとか、はい あの、ある程度の農耕は知ってたようなんですね。はい、だけど、世界の他の文明みたいにね、はい、こう土地をざーっと切り開いて畑にしてしまうとか、はい、そういうことはしなかったらしいんですね。<ー>で、これはあるですね、イギリス人の歴史家が言ってるのは、はいえー、そういう自然を勝手に切り開いて、はいえー、畑にしてしまうと、はい、そういうことに対するイデオロギー的な抵抗があったんじゃないかなと。あなるほど。 で、抵抗というのはどういうことかというと、はい、あの、先ほどもありましたように、えー、林あるいは森というのは、命がそれぞれ宿ってるわけですね。なるほど。で、それをね、人間の勝手にが、はい、勝手に切り開いて、畑にしてしまうと。<laughs> あるいは羊をいっぱい飼うと。はいはい。そういうふうに、人間が勝手に自然を搾取して、 生きる。そういうライフスタイルに抵抗してたんじゃないかと。なるほど。俺らのもんだっていうような感覚じゃなかったと、はい、いうことですね、はい。ですから、あの、すべては神の分け命というのはですね、はい、こういう、えー、木も、えー、水も、海も、山も、すべては神様の分け命で、はい、その中で我々がごく一部をいただいて生かされてると。はい、自然の中で。はい そうしたらね、当然人間のかが勝手にこう、森を切り開いてね、うんはい、畑にしたりとかね、はい、はしないんですよね。よそれは申し訳ないと。で、それが縄文人の食生活を見るとですね、はい、よく現れてるんですね。うん、この、えー、これは、持続可能性の5原則というのは、はい、私がその縄文人の生活からこの5つの原則を導き、はい、勝手に導き出したものですけども、はいえー、例えばですね、 えー、自立性というのは、その土地で取れる食べ物で自活すると。うんうん、だから海はで魚を取りますよとか、山で好みが取れますよとか。はい、で、ですから他の土地のものを勝手に取ってきて食べたりはしないわけですね。はい、その住んでる地域の中で取れる、いただけるもので暮らしていきますと。それから分散性というのはですね、はいえー、自然はもともと分散的なもんですよね。はい、あの、で、えー そういう豊かな多様性のある分の自然の中で、はい、そこそこね、少人数で分散して住むことで、そこの食べ物を取り尽くさないということなんですね。それからさらに適応性。自然というのはですね、多様性があるんですね。はい、で海は海、山は山、島は島。そういう中で取れる食べ物を大事にいただいて、それに合わせたライフスタイルを 気づいてきたわけですね。それが適応性ですね。なるほど。それから自然というのはね、循環性があるんです。で、例えば、あの、貝なんかをね、よく食べましたけどね、縄文人はね。で、縄文人が食べた貝の後を見るとです貝殻を見るとですね、大体どのシーズンで食べてるかっていうのはわかるらしいんですね。そうすると、七八割は、あの、初夏に食べてると。今の潮被害のシーズンと同じなんですよ。で、そういう時に、 えー、肉が一番ね、豊かになりますから、はい、それをいただいてたと。それからその貝をですね、あのー、貝塚っていうのがありますね。はい、これも、あの、今まで貝の捨て場だというふうに言われてたんですけども、そう,ね、そうじゃなくて、実は貝のお墓らしいんですね。<ー>ですから、海で育った貝を私はいただきましたと。はい、で、いただきますと言って、はい、ありがとうと言って食べるわけですね。はい、で、えー、残った貝はちゃんとお墓に戻して、それでまた、 この海に豊かな肉をつけて戻ってきてくださと。<laughs> そういうね、循環性を信じたんですよね。えー、なるほど。で、その循環の中で自分たちは、あの、をいただいてたと。そういう循環性に合わせてですね。うん、ですから、取りすぎたらダメなんですよね。そうですよね,ね。で、旬に合わせていただくのが一番いいと。なるほど。ですから、あのーえー、森の中でね、うさぎとかね、こう小動物も食べてたわけですけども、えー、それも、 あの、冬になってですね、<ー>動物が一番肉をつけてね、はいで。他に食べ物が少ない時にだけ、その、小動物、森の小動物を取ったらしいんですね。<ー>で、それも、あのー、子供はあんまり取らずにですね、はい、大きく育ったものだけを本当に必要最小限だけいただくと。なるほど。本当にこう取りすぎずってことですよね。そうですね。この自然の循環性の中で、はい 人間の循環の性のある生き方をして、それでその自然の中で生かしていただいてたと。それから干渉性ですね。とは言ってもですね、自然というのはいろ,いろこう変動するもんですよね。時々暑い夏が続いたとかですね、水がなくなったとか。そういう中でもやっぱり人間というのは生きていかないといけないと。ですからそこで自然の変動をある程度吸収する工夫がいるわけですよね。 そうすると、その、たくさん取れた時の好みを地下に保存しとくとか、はいはい、それから縄文土器っていうのがね、はい、非常にこう、もう世界でも、もう、えー、最も早く土器を作ったのが縄文文明なんですけれども。そ、ねね、はい。えー、その土器っていうのは、あの、煮炊きをすることとともにですね、はい、その、この食料の保存に使われてたんですね。はい、で、土器っていうのはその表面をですね、はい、あの、水分が気化して、はい、こう、ちょっと冷やす機能があるんですよ。あ なるほど。で、それに入れとくと、食料の保存ができると、いうことですね。それも、この干渉性の一つの、え、機能だったわけですね。なるほど。冷蔵庫とまで言わないですけど。そこまで言わない。けど、あれですね。そういう機能もあったんですね。ですからね、こういうね、自立性、分散性、適応性、循環性、干渉性。こういうライフスタイルを、縄文の人たちは実現して、それで1万年以上もね、自然を破壊せずに、ずっと自然の一部として暮らし、 なるほど、そうなんですね。はい